パパ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 パ全集中水の呼吸石の方濁流。どうもキツメのリュウジです。私も3本目になりましてかなりいい感じになりました。最近大根がね安いという話を聞きまして、もうね大根レシピ SNS 未公開、僕の記憶が確かだからということでですね、今回大根を使って、おつまみにもおかずにもなる、もうねめちゃめちゃ美味しいツナペペ大根、これさっとできるんでね皆さん、でさっとできないともう僕ができないんでね、はい、なのでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピでですね、もう材料はね大根、これね、まあ今回青いとこなんですけども、別に青いとこじゃなくてもいいです。250g で、ツナ缶1缶、はい、で、あとニンニク1かけと缶詰、まあこれ1本分ですね、まあ、そんだけ。あとは調味料、まずですね、ニンニクを全集中で切っていきます。はい、これね、まあこれはもう粗みじんで大丈夫です。で、この大根ですね。で、大根は、ね、千切りにしていきたいんで、このままですね、こうスライスして、そっから千切りにしていきます。で、そしたらこの状態で皮むかないでいいですから。皮あってもですね、あの炒めちゃってたら皮の感じ全然なくなりますからね。で、これ千切りにしていきます。ちょっと細めの方が、まあ、僕は炒めた感じですから。はい、これぐらいのね、千切りにしていきましょう。はいはい、酔っ払っても一人でできるもん。そしてもうね、これ炒めに入っていきます。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。これをですね、大さじ1ね、オリーブオイル、そしてですね、連絡を炒めていきます。はい、ということで、で千切りにした大根ね、でここで入れていくんですね、このさっき切った大根。バシャッ、そしてここに唐辛子も入れていきます。唐辛子もね、一緒に入れて炒めていきましょう。でこれ好みなんですけども、まあまあ僕は一つまみぐらいね、1本分ぐらいで、ここにコンソメですね、小さじ1ぐらいですね、はい、これが小さじ1ですね、はい。で、こうやってコンソメの味をこの大根にこう染み足させていく。で、ツナ缶です。これツナ缶はね、あのちょっとね、油切ってください。これね、オリーブオイルのいい香りが今してるんで、軽く切って、これでツナ缶入れていきます。で、ツナ缶もね、このね、マグロ油漬けっていうのを使ってください。あの、たまにね、カツオ油漬けっていうのが売ってるんですけども、シーチキンのマイルドとかそうですね。シーチキンの L はマグロなんですけど、マイルドはカツオなんですよ。で、カツオだとちょっとね、大味なので、僕はマグロの方が好きです。料理に使うんですから。そして黒胡椒、パパ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 パ、ちょっとね、僕お酒なんでスパイシーに仕上げたいんで、黒胡椒ちょっと入れました。そしてもう大根がもうしなってきたら、もうほぼ完成です。で、ここで最後にお醤油を、まあ小さじ1、まあ弱ぐらい入れて、まあ、ペペロンチーノ味にね、醤油ってすごく合いますんで、これね、あの至高のペペロンチーノを書いてもらったんですけども、で、ここで火止める。ツナペペ大根ね、もうこれできちゃったわけですよ。もうこれ盛り付けていきます。はい、じゃあ盛り付けていきたいと思います。こうね、炒めて大根、炒めるとね、大根ってすぐ味が染みちゃうんですよ、こいつは。お、美味しそうじゃないですか、これ。そして、パセリですね。あ、僕のね、上等手段ですね、これ。ほらほら、これかけただけでね、お店っぽくなるんですよ、これ。じゃあですね、こちらで、ね、旬の大根をたっぷり食べられる、ツナペペ大根、完成でございます。はい、ということでできましたので、いただきたいと思います。いただきます。おーい、じゃあいただきたいと思います。
いただきます。じゃあこの大根とツナのとコンソメの一見意外と思われるこの味の感じはどうですか。これはねうまい。あのカラメルの中にもね、大根のこのしっとりですよ、水っぽさっていうのを炒めることによって全吸収してますね。よく炒めたらね水気も出ないんで、お弁当とかもいいと思う。そしてここで味変換風ジェネレーション、ピキン、タバスコでしょ。僕は何でもタバスコかければうまいと思う。じゃあタバスコかけたこれうまいよ。ほらほら、いやこれね、あの大根余った方とかも絶対やってほしいですね。うまいもんこれ。しかも大根とツナだからベルティ、すごくね低糖質ですし、本当にこれはおすすめの料理になってますので、ぜひイタリアンバルに乗ってほしい、そういう味付けでございます。なぜマーザンザレやってるんですか。なんかにわかっぽく、なんか安易に鬼滅ネタやってるからにわかっぽく感じるかもしれない。僕前回読んでるんですけど、前回読んでこれかっていう感じありますけど、